ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対して県内からも抗議の声が上がっています。県議会では今日、世界平和の実現に向けた対応を求める決議が可決されました。急遽開かれた県議会本会議。即時に武力行使を停止し、軍をロシア国内に撤収するなど、世界平和の実現に向けた対応を強く求める。本案を可決するに、県議会ではロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議が満場一致で可決されました。この決議は政府など関係機関に送付されます。県内でもロシア軍の侵攻に抗議の声が上がっています。ロシア軍は直ちに撤退しろ。新潟駅前では昨日、市民団体のメンバーなどおよそ200人が参加したデモ行進が行われました。ロシア軍の撤退と核兵器の使用禁止を訴えていました。市民とか子どもたちに多くの犠牲が出ているということで、一日も早く止めるようにと思いで参加しました。中には親子で参加した人も。起こってはならないことが今世界中で起きているんだなっていうふうに思って、平和の思いで参加しました。子どもがね、地下室で涙を流して戦争になっちゃったって、もうあれを見たら何かしなくっちゃと思って、すぐ100円ショップでボードを買って作りました。一方、おととい行われたのは難民支援のための街頭募金です。ありがとうございます。世界から批判を浴びるのを分かっていてやってるっていうのが全く理解できないです。戦争をやめてほしいんで。とても許されないことだと思うので、少しでも何か力になれればと思って募金しました。皆さん平和な、ね、暮らしが戻ることを祈ってます。この募金活動は今月末まで県内各地で行われる予定で、寄せられた募金は難民保護を目的とする機関、国連 UNHCR 協会を通じてウクライナ難民の支援に充てられるということです。